ザのお二人の人生の90分を俺に貸してほしい。コザの裏側、魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けしますよ。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側。すごく照れくさいんですけども、ちょっとニヤニヤしてるんですけど、この人非常にありがたいことで、僕の特集です。おい、どういうこと？何それ、急に何で、一応ほら、これをご覧になってる皆さん、まだ知らない人たくさんいると思うんですよ。何者か、タヤがって多分しばらく6年やってますけど、これ。あ、そうだよね。それでも普通の何をしてる方っていうところで、ちょっと楽しみ、はい、どんな感じなんだろう。あ、こんな感じです。どうぞ、テイクアロック。ザノン、映画上映中です。こんにちは。今何してるんですか？今は日々 のお客さんが来た数字を、うん、配給会社さんに報告のメールを、今シアタードーナツで上映してる作品の毎日こう、まあ、日報みたいな、うん、今日は何名来ましたと か、うん、なんかそういうのもちゃんと報告するので、うん、その数字を報告したり、あとはこうこれからどんな上映作品しようかなっていうのを調べたりとか。ここはシアタードーナツっていう、うん、まあ、いわゆる映画館、うん、じゃないですか、はい、この映画館を作るいきさつとかは何か？まあ、やっぱこう、もともと映画好きでしょ、うんうん、それで沖縄市で撮られたハイサイゾンビっていう、うん、映画があって、うん、それの僕制作裏方のお仕事もしてて、で完成したんだけど、いざ完成してもこう上映する場所っていうところまでなかなか決まってなくて、ぜひ届けたい、見せたいな、なぜならばたくさん のエキストラの方とかも、地域の方、いろんな人が協力されていて作ったものだから、早く届けたいなという思いがあって、これはもう常設を作って、なるだけ多くの人たちに映画を届けるっていうことをやりたいなっていう思いもあって、であとはコザでも映画祭したいねとか、こういろんな案があるじゃないですか。そういうのをお話ができる場っていうのがあって、それこそしげさんも一緒だったし、周りの仕事をやってる愉快な仲間たちと一緒にこういうの立ち上げたら面白いはずねっていうんで、そこがまあスタート。コザの裏側。今から上映する作品はですね、これですね、亀治郎さんのドキュメンタリー映画ですけれども、見終わったらぜひこっちも寄ってほしいなと思ってて、行ったことあります？那覇の福津館ね、亀治郎さんの次女の千尋さんが運営している資料館、これもね、ぜひまだ行ってないことがあればぜひ行ってみてください。コザの裏側。じゃあ今日は、はい、今日は明王大学で、僕母校なんですけども、はい、ここで講義をして、僕がやってるシアタードーナツの話をしたりだとか、仕事の話をしたりとか、あとはちょっとおまけみたいな感じで映画の上映会もしようかなと思って、うん、僕が応援している監督の北中スケッチ、岸本司監督の北中スケッチの上映会をね、大学で上映会しようということで、今日は明王大学に来ています。すごいですね、こういった沖縄市街を飛び越えて、はい、いろんな講義とかもやってるんですか？講義をいただきながら、その流れでもっともっとなんか映画のつながりができないかなっていうのを常に考えている感じで、それが今日こういう感じでやります。宮島さんのすごいところって、伝える、思いを伝える。この間のその上映会もまだ話し足りないってずっと一生懸命なんか、あ、これが痛い、あれが痛いって言ってたんで、なんかその情熱ってすごいなと。こういうなんか人間が沖縄市にいるのって、沖縄市って面白いなと。コザの裏側。講義ってでも難しいじゃない？そうね、でもいろんな生き方があるよっていうのこととか、うん、僕はそういうのを映画から学んだよっていう、その映画をこう教えに行く、映画の楽しみ方を教えに行くっていうのの延長だから、普段やってることなんだよね。まあまあそうね、だからそれをこう自由にお話しさせていただくっていう、うん、で一回さ、宮島さんと二人で、はい、今の未来工科高校で、うん、やりましたね、二人で講演会というか、はい、やったんですよ。やったやった、熱かった。そうすげえ熱いの。もう僕半分ミキトリのこと無視しました。だからよ、わしゃべる場所ないやつさ、途中で。いやでも本当に思いをね、伝えに行くっていう仕事もしてるのね。や
ってますね。これはだからコザを飛び出してね、僕はこんなことやってるよ、それがシアタードーナツの一つの形としてコザにあるよで、うん、シアタードーナツはどんなことをしてつながっていくんだよっていう話をまあしていくわけですよ。あーはー、はい、結構ちゃんとしてるじゃない。うん。コザの裏側。ボックスも、うん、あのオープンした時にあのこの辺のこう枠のデザインとか作ってくれたあの、うん、中一億さん、うん、あのにこれプレゼントもいただきまして、うん、あの重宝しております。ありがとうございます。で今だいたい常時、まあ、10種類前後の、うん、ドーナツをあの初めはね僕も作ってたんだけど、うん、あのもうあのスタッフがもうできるように、うん、あのいろいろ工夫もしてもらって、女子の方がさ、やっぱこういうね、レイアウトとかセンスあるでしょ。でもそれはもう僕はもう完全にお任せして。なるほど。出身は山梨です。あ、本当にこの方もね、あの山梨の映画館で働いてたの。へえ。このまたご縁も面白いもんでね。うん、あのね、僕はね、あのお客さんの接客の仕方とかなるだけこうみんないい時間を過ごしてほしいから、あのそれ以上にこう、なんていうの、ギター教えたりね。コザの裏側。コザの裏側のおかげでですよ、うん、ちょっと買い物に行くだけでもあの元気とか言われる、ありがたいですよ。えみちゃんもいるでしょ、ほら、えみちゃん元気コザ裏、コザ裏でいろいろやって、また何今テレビ出てるわけ、出てるよ、今月、今月後のチラシもなんでよ、お願いします。ね、貼っとくさ、いつも貼ってくれてるんですよ。そうそうそう、そ そう、これ、これどうした、何生まれつけコザの裏側。ここあの、いつもお世話になってる近所の弁当屋さんです。ゆうちゃん弁当、今日もすどりさんをいただきます。今、あのステレオ一回小さくしてもらっていい？コザの裏側。あのさ、はい、あの2人に朗報があって、はい、なかなかほら忙しいから映画見に来れないでしょ。俺もうずっと教えてるさあの人生フルーツさ、うん、今7時の上映やってるわけ。あ、最後19日までそう、うんうん、これどうにかどうにかこうにかじゃない。いやこれよ、あのよ、ほんとあのあなたの2人の人生の90分俺に貸してほしい。ああこれ、うん、あこれもやる、これもやる。あのね、うん、私宮島さんって私も本当にすごいなって思うところがあって、はい、あの親しみやすさがにじみ出てるというかさ、っていうのがあって、うん、羨ましいなって思っていたわけ。ほう。でそういうのはやっぱりこう普段日常的に沖縄市で生活していて、うんうん、こう地域の人たちとのコミュニケーションをなんか楽しみながら、それがもう当たり前になってるじゃん。そうね。その感じがすごく素敵だなと思って、まあ、人生のね90分とかぐらいちょっとね映画館で、ね、過ごすっていう時間を俺ちょっとかっこいいかったな、名言出たなと思ったもん、あなたの90分を僕に貸してくださいって言える、すごい毎日思ってる。だって自信を持ってそれだけ作品をお届けしてるってわけでしょ。 Yes Yes come do コザの裏宮平さんから見てこの宮島真一ってどういう風に見えてるのかなと思って、あのなんかね、映画のためだったら何でもする人っていうイメージがあります。あの映画館をそれこそ自分でやったりとか、まあ、ご自身もスタッフとして関わる時もあれば、あの出演をする時もあって、本当に映画が好きなんだなっていう、はい、印象で見てます。じゃあ僕と一緒で映画人っていう、はい、感じですね。ちなみに私も映画人ですから、ね、同じ映画人として、じゃあ、はい、もうすごく同じ釜の飯を食った仲間って感じ、あの、はい、あのなんかブラザーって感じがします。月に1回映画を見に行こうよっていうのが、はい、彼のなんていう言葉としてのキーワードなんですよ。彼の映画っていうのは多分コミュニケーションだったりアートだったりなんか全てが入ってるような気がしてて、はい、月1回映画を見に行こうっていうのはすごい僕の中では何か言葉にできないぐらい何かあるんですね、うん、なんかどういうふうに感じますか。あの月に1回っていうのはすごく言えて妙で、あの実は今日本人が見るあの映画 あの本数って年に1回なんですよ、うん、なのでそれが月に1回になるとどんな素敵なことが起こるのかって言ったらもう一目瞭然ですよね、うん、と思います。彼のコンセプトは間違ってないんですね、はい、もう大賛成です。なんか
なんかありがとうございますこの沖縄市も含めてシアタードーナツの未来ってなんかみんなが月に一度は映画館に足を運ぶっていうようなライフスタイルをどっかでこう確立したときに、世の中は僕はもっとコミュニケーションにあふれて、いろんなこう意見が交わされて、もう少し世の中はなんか丸くなるような気がしてて、そういうのが広がればもっともっと映画は元気になると思うし、もっともっと作家も増えてくるだろうし、なんか楽しい未来にしか待ってないような気がするから、もうそれを継続するのみっていう感じですね。よろしくお願いします。シアタードーナツの宮島でした。またね、待ってるぜ。コザの裏側。宮平さんも言ってたけど、嬉しいね。やっぱり映画人が映画人に認められるってちょっと嬉しいでしょ。いや、まあとにかくね、僕はもう応援する立場ですから、映画を、うんうんうん、映画が好きだし関わることあるけど、俺ができることって何かなと思ったら、もう応援することかな、映画を、うんうん、これから作られるのも含めてね。映画だけじゃないと思うんですよ、宮島さんがやってることって。映画をの作品を届けたいって、多分そこだけじゃなくって、その映画に関わった人の人生だったりとか、うん、映画を見た人のその人の人生を考えている人なのかなっていう感覚があって、やっぱすごい言葉にするのは難しいけれども、すごいことをやってる人なんだなっていうのが分かりましたよ。いや、ちょっと照れてる照れてるかないと。ありがとうございます。いい仕事してんじゃん。もう頼むよ。こう2019年こそはね、うん、行きたいっていう方はもうあと十何ヶ月ありますけど、うん、早く来て待ってるってよ。待ってます。せーの、コザの裏側。そう、ありがたいですね、うん、だからこれを見て、コザの裏側の宮島真一はこうこの番組を通してね、うんうんうん、と公私混同してるんじゃなかろうかなっていう人がいたらね。いないでしょ。いる。怒るよ俺そうだね、そうだね。いや、そんなことなくて、こうとにかく俺がやってることとつなげる町のことと、うんうん、それまた、まあ、沖縄市を飛び越えてこっち来いよって、俺も行くからみたいなことをやるのが楽しいわけですよね、うんうん、一応ちゃんと仕事してるんだなって思いましたよ、やっぱり。してるよ。一応パソコンねカチカチやってましたけどああ仕事してる感じと思って。感じ。何何何何あれ Wi-Fi 繋がってたから。別に繋がってなくてもエクセルとかやるっちゅうね。必死さよや、デイジアバ。パワポとかやるっていう。パワポリいいね、あれぜひお子さんに見せたらいいんじゃない。お子さんこんなことやってるよ。春休みとか夏休みは子供も一緒にね、うん、手伝ってますから。あ、シアター。そうだから見てますよ。ああ、いいね。僕がやってること。そうそう。いや、そういう意味で言うとさ、子供たちがこう身近でこんなに自由に大人がやってる姿ってなかなかないじゃん。うん、そうね。うんうん。何やってんだろう。めっちゃ公務員目指したらどうする？あ、それそれ構わないよ。俺はもう密着するよ、映画撮るために。子供のドキュメンタリー。子供のドキュメンタリーというかどういう。それホームビデオじゃんと、そのまま。うん、そうね。まあまあ。まあ、とにかくね、社会に。こうどう参加するかっていうのは頭にあるからさ、うん、あんま関係ないかな、この絵。まあまあ確かにね、そう、うん、そうね、そうそうそう、うんうんうん、だからあなたの今度俺どのタイミングになるか分からないですけども、密着密着糸数ミキ。え、普通にスーパーで大根とか買ってるよ私。いや、もうどうね、きっとすごいね。やめてよ普通ってば。いや、仕事っぷりほらいつもね、ラジオの仕事とか あるもん。行っていいの。お、全然。お、あ、まあまあ多分通すところは通さんときないと思いますけど、うんうん、全然全然。でもちょっと考えると恥ずかしいね。そうだよ。だから普段のありのままのあなたを見せてほしいですよ、仕事っぷりをね。あ、そう。そうですよ。あ、意外とそういう機会なかったかも。ないよね。うん。一応こんなだけどね。一応こんなだけど、うん、真面目に話すの。あ、汗かいてきたな。ほら、なんだろうっけよこれ。つやつい。お楽しみに。はい。